小笠原諸島付近の熱帯低気圧は今夜までに台風に変わる見通しです。現在の衛星画像を見ていきます。小笠原諸島の西側に活発な雲の塊があります。これが熱帯低気圧です。徐々に雲が渦を巻き始めておりまして、発達を始めているという状況になります。こういった発達この後も続きまして、小笠原諸島では午後にかけて活発な雨雲が断続的に通過する見通しです。台風に変わる見通しですけれども、動きが遅いため小笠原諸島では長い時間雨や風の強い状況が続く可能性がありますので、今後の雨の降り方、風の強まりに要注意という状況になります。7日の9時の時点で中心の気圧は998ヘクトパスカル、最大風速は15メートルでほとんど停滞しています。この後は若干東寄りに進みまして、7日の夜には中心付近の最大風速が18メートルに達して台風となる見通しです。その後は北寄りに進路を変え、8日から9日にかけて若干勢力を強める見通しとなっております。10日土曜日には関東の東の海上に達して中心気圧が990ヘクトパスカル、最大風速が23メートルに達する見通しです。今のところ暴風域を伴うほど発達することはないと見ておりますけれども、10日から11日にかけてちょうど連休が始まるタイミングで本州の東の海上を北上していく見通しです。あまり近くを通らないため直接的な影響はないと見られますが、海岸では波が高くなる可能性というのがあります。海のレジャーはこの連休期間中念のため注意をしてください。また北海道付近はかなり近くを通る可能性というのも西寄りの進路を取りますとありますので、こちらでは念のため台風の進路に注意が必要です。最新の台風情報や熱帯低気圧の情報はウェザーニュースアプリからご確認ください。